さて、国土交通省は今日、東京地区などのタクシー運賃の値上げを公示しました。値上げは12月3日からです。都内や横浜、川崎などの京浜地区で初乗り料金が12月3日から710円に値上げされ、加算運賃を含めた値上げ率は 7% 台となっています。一方、午後11時から3割増しとなっている夜間の割増運賃は1時間早まり午後10時からとなりますが、2割増しに引き下げられます。今回の値上げの目安をまとめました。こちらをご覧いただきましょう。まあ、おおよそということになるんですが、日中にですね、東京駅から乗った場合です。新宿渋谷ですと170円アップ、羽田ですと410円アップ、三鷹ですと500円程度のアップになるだろうということです。はい。で、今回の値上げですが、安全で利便性の高いサービスのためには運転手の労働条件の改善が必要だというのが理由なんですが、まあ、利用者にとって肝心のサービスの質が据え置きでは困ってしまいます。